それでは囲み次第を始めます。まずは不正に関する質問からお願いします。すいません、読売新聞の太田です。まず昨日緊急事態宣言の方が延長されたことの受け止めと、あと菅首相の方がですね、感染状況の改善が十分だと判断した場合は期限を前倒しして解除する方針を示しています。大阪府の要望が通った形になると思いますが、その点についてもお願いします。まず緊急事態宣言が延長されることになりました。事業者の皆さん、府民の皆さん、本当に今まで厳しいお願いをしてますが、この緊急事態宣言によってですね、一定の感染減少のこの効果というのは僕は出ているというふうに思います。ただどうしてもまだ医療も逼迫した状態にありますので、本当に申し訳ないんですが、引き続きこの感染対策、そしてこの事業者の皆さん、府民の皆さん、緊急事態宣言延長という中でこれを抑えていくということにご協力をお願いしたいと思います。延長自体はこの今の大阪の医療の逼迫状況を見ますと、やはりやむを得ないものだと思いますし、なんとか早く感染を抑えて、感染を抑えれば医療の逼迫というのも緩和されるようになりますので、なんとか引き続き、本当に心苦しいんですけど、引き続き府民の皆さん、事業者の皆さん、ご協力をよろしくお願いします。それから総理も確実にやはり感染の拡大から減少傾向に入っているというのは、これはもう事実だと思います。これは決して油断していいとかそういうことではなくて、事実としてこれは毎日報道されていますが、これは事実、やはりこれは事業者の皆さんが本当に協力いただいて、この感染の機会というのが減ってきて、減少に傾向に入っているということだと思います。でこれを確実なものに対していかなければならないと思います。そしてこれがやはり緊急事態宣言どうするか、1ヶ月の延長が決まりました。ただですね、やはり緊急事態宣言というのは本来緊急事態宣言というのはそのものが多くの副作用と犠牲のもとに成り立っている制度です。ここは絶対に忘れてはいけないと思います。僕みたいに給料が減らないグループはそこは感じにくいかもしれませんが、本当に日々商売されている方の厳しいお願いもして、府民の皆さんにもいろんな行動の制限もお願いしています。大きな犠牲と副作用のもとで成り立っている制度だと、一日一日が大切だっていうのを僕は常に認識しなきゃいけないと思ってます。その中でやはり緊急事態宣言は短期間で期限を区切れば、そこでビチッとやって、そこで効果が出れば、僕は一旦解除すべきものだという認識です。もちろんそれで全て解除という意味ではなくて、その後も感染対策は必要だし、この時短要請とかそういったところも段階的に当然お願いしていくということになります。これが僕はコロナとのある意味対応の仕方だというふうに思っています。いきなりゼロになるわけではないし、解除も全て解除というわけではありません。ただ緊急事態宣言というのは国家として本体措置をしているわけですから、効果が出て感染急拡大を抑えられている、感染爆発拡大を抑えられているような状況の効果が出たんであれば、そこは僕は一旦解除すべきだというのが基本的な考え方です。多くの犠牲と副作用は忘れてはならないと思います。その中でやはり府民の皆さんの命健康、これは最も大切です。今の医療の逼迫体制を見ると非常に逼迫しています。そういった意味で今回延長ですが、この感染の減少傾向が一定程度さらに認められて、で感染が減少してくれれば少し遅れてですけども、病床も逼迫も徐々に緩和されてくることになります。そういったことが明らかになってくれば、そこは期間の途中であっても解除すべきだというふうに思います。そこは総理もそのようにおっしゃってますので、大阪府としてそういう判断をすれば国に対して要請をしていくということになると思います。昨日その解除をですね、要請する要件である7日間の平均がですね、300人下回ったんですけども、その現状についてはいかがですか。やはり僕は緊急事態宣言の要請をお願いした時というのは500人、600人、650人というのがぐっと上がってきた中でお願いをしました。その後も500人台続いてました。600人超えることもありましたが、そこと比べるとやっぱり今半分ぐらいになってきて、感染としては右肩下がりの状況になっているというふうに思います。これは府民の皆さんのご協力のおかげだと思います。ステージ4、これが緊急事態宣言ですから、ステージ4を脱却するのがやっぱり目的ですし、ステージ4を脱却すれば緊急事態宣言解除というのはこれは当然だというふうに思います。その時にステージ4から脱却する基準
これ新規陽性者でいくと1日あたり313人です。大阪の人口に比べますと、それが今の今日時点ではそれ下回っている数字。ただ大きく下回っているわけでもないですし、また上がってくれば上がったり下がったりというのもあると思いますから、なかなかまず評価は難しいですけど、まあ、現状でいくともう300人は下回っています。つまり新規陽性者数で言うと今日現在で言うと1週間平均で言うとステージ3の状況になっている。ただまだステージ4になるかもわかりません。ここはその前後のところにいますので、そういう認識です。ですので、まあ、これが続くようにですね、やはりお願いしたいと思います。そして、だから感染を抑える、これが最も重要だと思いますね。三井さんです。本日の国会の方で、国葬の改正法、改正案と、感染症法の改正案を成立する見込みですが、それに対する受け止めを。特措法の改正、感染症法の改正、いずれも僕は賛成の立場です。改正されればですね、罰則の規定も生まれます。罰則の規定が生まれるということは、知事としてより責任が生じるということになります。このコロナの対応、権限が強化されるというのは裏返しで責任が重くなるということでもあると思いますが、やっぱりこの法の趣旨にやっぱり乗っとって行動すべきだし、飲食店の皆さんはむしろ被害者ですからね。この感染症との関係でいうと何も悪いことしてないわけです。この感染症というのはたまたまこの口の中に唾液の中にたくさんいて、飲み会とかするとどうしてもここから出て、そこでミスになっていると感染力がすごく高いという、そういう特質を持っているがゆえに飲食の場、つまり飲食店、飲食を提供するところっていうところがやっぱ広がりやすいから対象になっているわけで、飲食店が悪いわけだ、そうも全然ない。そういうこともやっぱり考えた上で、この罰則の適用であったり命令であったりというのは慎重に判断しなければならないというふうに思います。ただ感染社会の安全とある意味健康や命を守る、それが重要ですから、そういった意味では法が改正されればその法の趣旨にのっとって法の執行者として適切に行動していきたいと思います。まん延防止等重点措置であったりとかですね、あと任意拒否の罰則というのは当時刑事罰ですけれども、最後は行政罰になったということに関してはは、い、まず入院拒否の罰則が刑事罰から行政罰になったのは本当に妥当だと思います。僕もいろんなところで発信してますけども、そもそも本当にそれ入院拒否する方を刑事罰に処することで感染拡大を防げるのかという非常に疑問に思ってます。そういった事例がそもそもそんなにあんのか、立法事実自体に少し疑問を持っています。その刑罰を課さなきゃいけないほどの立法事実があるのかという意味では非常に疑問を持っています。現実に大阪において入院者が逃げ出すということは事例としてありませんし、宿泊療養者の方が特に夏の中数名かかりに行ったり抜け出したというのは4件あります。でもそれ以外はありません。あとは夏の時は宿泊療養どうしても14日間という対象までの期間が長かったですから、あと PCR で陰性か検査であったり非常に長かったので、どうしても長期になってくると、そういう方も出られたけども、今はそういった事例もない宿泊療養所ですが、そもそもその立法事実があるのかなというのと、あとはどうしても本人の都合で入院を希望されない方という方がいらっしゃいます。じゃあその方に刑罰を課すことで感染拡大防止になるのかな、いろいろ事情を聞くと本当にこれは家庭の事情として仕方がないなという事例で、保健所と話し合って入院自宅療養される方の中でいらっしゃいます。なのでなんかこう人に移してやろうというので入院しませんという人を保健所と、そんな事例がそのたくさんあるのかというのもまずそれを聞いてないですし、そういった多分おそらくこの刑罰が重たくなるというか、もうそもそも検査に行くのやめようというなる人なんじゃないかなと思うので、そこもどこまで立法事実があるのかなというふうに思っています。なので刑事罰、懲役を含む刑事罰からいわゆる行政の指導としての行政罰に変わったというのは、僕はそこは妥当なんじゃないかというふうに思っています。それはやっぱり疫学調査とか
3人を目指しますというのはやっぱり我々も保険の実務としてお願いしているところでもあるので、そこはこれからもお願いをするし、まあ、これによって、ね、まあ、宿泊療養所に入られる方はちょっと増えるのかなというふうに思うんですけど、まあ、保健所も動きやすくなると思います。ただこの命令をして、ね、罰則に課すかというところまでいくと、僕はそういう立法事実について疑問を持っているから、悪質なやつはやりますけども、僕も無事にやるといったらやりますんで、どうも皆さんご承知だと思いますけど、ただやっぱり立法事実をきちんと尊重して、その感染拡大広げていく、その防止の観点が本当に必要なのかどうかっていうのは、よく慎重に、罰則の部分については慎重に運用したいと思います。うん、ただまあ全体としての法改正には賛成ですけど、法の執行者としてはやっぱり、その法の趣旨もよく考えて、感染拡大防止に資するかどうかっていうのをよく考えて、そして刑罰、罰則まで行くんであれば、そこは慎重に運用していきたいというふうに思います。まあ、府民の皆さんにはやっぱり疫学的調査やったり入院の要請はぜひ応じていただきたいと思いますね。うん、共同通信の朝の中あったっけ、それぐらい聞いたの。あ、そうです。はい。共同通信に、はい、宣言の解除要請の基準について2つ伺いたいんですけども、総理会見で言及されました、その前倒し解除の前提としてですね、新規感染者数が大阪で言えば200人を下回っていて、さらに病床の逼迫に改善が見られることというのも並列に述べておられまして、大阪府 その解除要請基準はどちらか一方でも満たせば要請するというふうに決めておられますけれども、ちょっと考え方に若干違いがあるのかなと思ったんですが、知事の考えはいかがでしょうか。まずあれですか、300人じゃないのか、200人、300人、いや、さっき200人って言ったから、あ、言い間違えた、300人です。300人は陽性陽性者の多分ステージ4から3への基準で300とおっしゃったんだと思います。病床の逼迫っていうのはやはり一つ重要なポイントだと思ってます。今回やっぱり延長もやむを得ないなと僕自身も判断するに至ったのも、病床が逼迫しているというのがあります。まあ、そういう基準一つ、の基準を、客観的な基準を作りました。300人以下、7日平均が7日連続であることか、あるいは重症病床の使用率が 60% 未満が7日続くかということを加えてですね、専門家の意見も聞くでしたという会議で意見も出て、それは僕も確かにその通りだというふうに判断をして、基準を作るということになります。なので基準を満たした場合に専門家の意見を聞きたいと思います。で、専門家の意見を聞いた上で、僕自身もどう判断するか、本部会議としてどう判断するか判断したいと思います。その時点のおそらく病床の逼迫度リスっていうのが出てるでしょうから、それも踏まえて専門家がさまざまな意見も出ると思います。その上で最終的に本部会議で決定したいと思います。いずれにしても7日間連続300人以下っていう基準を満たせば、本部会議を一度開いて専門家の意見を聞いて、そこで判断するということになると思います。なので専門家の意見というのもやはり重視したいと思ってますし、総理がおっしゃっている病床の逼迫というのも僕自身も頭にありますから、300人以下がずっと続けば今の病床逼迫度というのは僕はどんどん下がってくると思うんですけど、ちょっとタイムラグもあるという中で、どう考えるかとかいろいろあると思いますから、病床逼迫度を僕は全く無視しているわけではないです。で、数っていうのも非常にその病床逼迫度に関係してますので、ものすごく関係してますから、そこにも僕は7日連続って含めた意味もやっぱり病床逼迫も、それだけ下降傾向が続けば、その先まずは中等症軽症から、そして重症は少しさらに2週間くらい先になるかもしれませんが、やっぱり影響してくるっていうのはデータ上明らかなので。新規陽性者の数がやっぱり一番重要だとは思います。ただその時の病床逼迫度がどういうなのかっていうのはやっぱりそこも僕も全く無視するわけでも何でもなくて大切だと思ってますから、そのあたりは専門家の意見を聞いて最終的に判断したいと思います。いずれにしても本会議でやってます。あと解除要請の基準自体についてなんですけど、この基準を満たして、実際に解除を要請して
解除された場合だっても、今おっしゃったその病床の逼迫度が、まあ、大きく改善していなければ、時短営業要請などは一挙に解除することはなく、まあ、先日の対策本部会議では、例えば午後8時までとしているのを9時までと1時間少し延ばすようなことに言及されましたけれども、そういったまあ限定的な時短営業要請の解除というか緩和にとどまるのであれば、宣言解除の実態的な効果というのはかなり限定的ではないかなと思うんですが、それでもやはりその宣言は解除してもらう、そこにこだわっていくというお考えでしょうか。はい、まず何時にするかというのはちょっと今ここでは言うのは適切じゃないと思うので言いませんが、でもそういったらまた報道になっちゃうので、ただやはりその段階的にやっぱり緊急事態宣言が解除されて、そして感染者が減少し、病床の逼迫度というのが減少してくれば、やはりそこはそこでもう全部解除じゃなくて、やはり少しずつ慎重にやっていく感染対策をお願いすることになると思います。で、大阪府が出している医療非常事態宣言の赤信号って今も出てますから、それが黄色信号になるというのは 60% 未満7日連続なら黄色信号になりませんので、ということは緊急事態宣言が解除されても大阪府としての医療非常事態宣言は続き、医療は逼迫している赤信号ですっていう、これをなんとか重症者減らさなきゃいけませんというのはしっかりやっていきます。その中身については本部会議で決めていくということになりますが、もう緊急事態宣言が解除されたから全て解除ということはこれは絶対ならないと思います。で、あとはその緊急事態宣言期間中でもやろうと思ったらできるんじゃないかという趣旨かなと思います。というか、まあそのレッドステージが続いて、その20、40に基づく、あるいはその45項に基づくさまざまな要請を大きく見直さないのであれば、その宣言を解除にこだわる意味がどれほどあるのか、そこのちょっと説明をよろしくお願いします。緊急事態宣言自体がですね、僕自身はそういった意味で、これは緊急事態宣言をどう考えるかにもよると思うんですけども、期間を区切って集中的に実施するべきだと思ってますし、だらだら続けるものでもないと思ってます。効果が出ればやっぱり一旦解除すべきだというふうに思います。ただそこでコロナはゼロにやっぱりならないし、これはもうならないので、コロナゼロには対策というのはきちっと取っていく必要があるだろうというふうには思います。なので本来の緊急事態宣言を何で出しているんだろうかっていう本質的なところに近いたら、僕はそうだと思います。ステージ4、感染爆発拡大、これを防ぐ、で医療崩壊を防いで命を守るということになるわけですから、そういう状況じゃなくなったんであれば、僕は一旦解除すべきだというふうに思ってます。なのでなんか緊急事態宣言を解除しても、その何て言うのかな、次の措置が例えば時短影響まだ続けるよと、これが1時間か2時間か伸びるぐらいだったら緊急事態宣言からやればいいんじゃないかっていう意見もあるんで、僕はでもそこはちょっとやっぱ違うと思ってて、緊急事態宣言ってそういうこと思ったり制度でもあるのでね、であるし、そうあるべきだと思ってるから、その期間が一定の効果が、緊急事態宣言が本来何のためにやってるのって目的が達成できればコロナゼロにはならないけども、その解除をするというのが、ここは本来あるべき姿だと思うんです。だから多分緊急事態宣言をずっと続けた方がいいっていう考え方の人と、ほぼゼロに近くならない続けた方がいいじゃないかという人もいるでしょうし、僕はどちらかというと緊急事態宣言そのものに効果があるわけじゃないので、やっぱりそこは最も重たいものだということで、総理国家として発し、効果が出ればスッとやっぱり一回解除する。でコロナっていつまた増えるか分かりません。これはどんなに感染者が少なくなっても増えるときは一挙に分析できますから、これは誰も専門家も予測してもなかなか当たらないし、予測できないです、この1年間の経験で。そう考えたときには緊急事態宣言というのはやっぱりそういう爆発拡大して医療が崩壊しそうなとする、このときにはやっぱり最後の手段としてやるんだ、あくまで最後の手段なので、一定の効果が出たらだらだら続けるものじゃなくて一旦終了して、それぞれの自治体で、それぞれの自治体が技を抑える努力をするというのが、このコロナとの ある意味の戦い方なんじゃないのかなというふうに思っているんです。緊急事態宣言はこれだらだらも続いてるんですよ。なんかもうそれが普通になってしまったら、
僕そっちの方がなんかすごい不安なんですけどね、うん、だとは緊急事態宣言で大きな犠牲と副作用が伴ってますから、なんかそれが当然かのように続くっていうのも僕はちょっと違うなというふうにも思っています。なのでまあ、措置がちょっとしか違わないじゃないかとなるけど、やっぱり僕は 大きく違うものが緊急事態宣言だし、一旦解除というメッセージの方が大きいとは思います。そうですね。だから そこのメリハリを僕はつけないといけないんじゃないかというふうに思ってます。だからさっきの質問をちょっと思い出したけど、法改正で、その緊急事態宣言前の重点措置としてやる方はこうはどうかっていう話でしたと思います。僕はそれも賛成です。国会ではなんか国会議員に報告するのがどうなこうなのって出てますけど、僕は賛成で、やっぱり国家として緊急事態宣言の最後の手段を出す前に、それぞれに都道府県がなんか独自 の何々宣言だとか勝手にやってるわけですけど、そこに法的な根拠を持たせて緊急事態宣言にならないようにする、地域でまず抑える、これがまずやっぱり大原則だと思います。それが抑えきれなかった時に緊急事態宣言に行く、この段階をきちっと作っておかないと、そこが曖昧になっちゃうとね、もうみんなコロナ慣れなんでなんのっていろいろ皆さん言われるけど、まあ、そういうところからこのコロナ慣れっていうのを生じてくるし、対応できなくなっちゃうと僕は思ってますから、2段階で分けるときには法改正も賛成だし、さっきの質問の趣旨に戻れば、やはり緊急事態宣言っていうのは効果が出たら一旦解除するべきじゃないかと僕は思います。メッセージ性の変化という部分が一番原点になる、そこも大きいし、基本的対処方針で定められて、国の専門家も定めてやるわけですから、中身の部分もやっぱり重たいと思います。ただ僕は緊急事態宣言が延長される限りは、中身は緊急事態宣言国が定めた方向で、府独自で何かこう解除しようとか、緩和しようとか、それは考えてません。なので大阪府が仮に解除要請して、いや国の専門分科会、国が大阪府がまだこれダメだと、そんな状況で内容を判断されたら、今の措置が続くべきだと僕は思います。以前から知事が飲食店に対しての悩みに応じたところに、協力金は段階的に事業規模などによるべきだとおっしゃっていましたが、今一度それがなぜ必要と考えになるのかというと、あとなぜ実現が難しいかというと、それは僕必要だと思います。で、やはり事業者の規模全く違います。ものすごく小さなお店でやっているところから大きなお店やっているところ、従業員を多く抱えているお店、本当に様々です。様々な状態の中で一律1日6万円というのは、ものすごく小さなところのお店だったら普通に営業しているより、これはある意味別に儲かるというか利益が大きくなる可能性もあるし、大きなところからすると、いやこれはそれは焼け石に水だというふうになると思うんですね。だからそういった意味では小さな店も大きなお店も全部に休業要請をかけているわけですから、下に要請をかけているわけですから、それぞれのお店の規模とか、まあ、売り上げとか、そのいわゆるダメージの受け方に応じた保証というのが僕は本来あるべき姿だと思っています。もともと本来自由に営業できるはずなのを、営業の自由があるわけじゃないですか。それを行政がある意味権力を持って要請しているわけですから、じゃあその裏返しの保証っていうのが本来あるべきだっていうのが僕の考え方だし、まあ、ずっと言ってきたことです。だから法律に保証の2文字を入れるべしだっていうのはずっと言ってきた。まあ、ただまあここは僕自身は与党の力がある立場ではないし、自公政権の中で保証の文字までは入れられなかった。ここはまあある意味僕の知事としての力、それからまあ日本維新の会としてまだまだ力が不足している法律を作るという意味で、そういうことだと思いますが、ただ、まあ、いろんな働きかけもやった上で、今までは何にも条文なかったけども、まあ、支援を講ずるという条文が入ったというのは僕は大きいなというふうに思っています。で、支援を講ずるという条文が入った以上ね、やっぱりそういった方の保障的な要素は考えるべきだと思います。今までは支援という文字もないし、保障という文字もなく、いや休業要請をして、そしてそれに対して協力してくれたから、協力のまあおいしていただいたら協力金だということでやっているので、保証の良さがないんですよ。で、受け取る側にはやっぱり保証の良さだし、国民府民からしたらやっぱりこれ保証の良さだと思ってるんだけど、法律は保証の良さがないので、そこに齟齬が生じていると思うんです。だからそこの齟齬を埋めるのは本来法律でやるべきなんだけど、法治国家だから、それが、まあ、今回保証は入らないけども支援というのが入ったので、
僕はそこはなんか制度を作るべきだと思います。まあ、1年かかってこれはちょっと遅かったことはあると思うんですけども、次また同じような要請というのは当然ありえるわけなので、そこの制度は作るべきだと思います。ただ飲食店というのは本当に何万という数があって、それぞれ売上も全然違うわけだから、完璧な保証というのは難しいと思うので、一定の基準を作っていく、少なくとも段階的な基準を作って何らかの保証の要素を含まれたものにすべきだというふうに思っています。でこれをまず大阪府でだけでも独占なんてできないかということに関していくと、これはできないかっていうのをこの間検討しました。特に延長するときもできないかっていうのを検討をしました。国とも協議もしました。で僕が提案したのは6万円という範囲の中で、ちょっと財源論からです、これはちょっと実務的な話になるんですけど、6万円の財源っていうのは、まあ、8割国が負担、2割が自治体負担です。でそれ以外にも一応交付金があったりとか、そういった財源があって、国のある意味了解がないと大阪府でどんどん増やすのはできるんですけど、それ大阪府の単独の財源で やれということになるから、それはさすがにこれだけは満タイム のお店があって、そのどこに一般財源でやっていくっていうのはなかなか大阪府の財源としては厳しいです。だから僕が提案したのは6万円の範囲の中で、そういう小さなお店については例えば4万円とか2万円、大きくなってくるとこれは8万円とか10万円、つまりその段階を作ってできないかと。でそのそれは店 の床面積で判断するとか売上判断するとか、実は内部でもいろいろ議論をしました。で一番やっぱりネックになってきたのは6万円を超える金額を出すときに、それはやっぱりまかりならないというのが国の考え方です。まかりならないというのは負の財源でやってくるのは自由になっているので、ただ6万円の範囲の中で例えば2万円4万円をするから、そこで浮いた財源を増やす方向に当てていいですかということを言うと、これはまあダメだという回答でした。だからもう僕はこの時点で今回の延長ではもうこれは難しいと判断したということです。じゃあなんで6万円以上がダメなのというと、6万円というのはこれ国の考え方では東京都の固定費を参考にした平均値を取ったときに、まあ、6万円というのが妥当な金額だっていう、だから国としてこの金額を決定したという説明をしています。つまり6万円を超えるってなると東京の固定費よりかは上回る金額っていうのを出すということになるので、それを国の財源で面倒見ることはないよという説明だと思うので、そうなってくると、大阪の財源でね、じゃあ8万円、10万円の部分でやるのか、となると、なかなかそこは難しいというふうになります。もう一つは、その4万円、2万円とかっていうふうにやるときも、結局、じゃあ隣の兵庫県、京都府が6万円が小さなお店なんで、そことの不平等感っていうのが出てくる。まあ、ここはある意味、まあ、そういう考え方でやるって僕は決めてやったらいいとは思うんですけど、まあ、一番やっぱり、課題になる財源ですね、正直に申し上げて、そこの部分です。そこの部分とあとはやっぱり大阪府だけその国のルール乗り越えてやった時の緊急事態宣言をこうやって11都府県でやっている中で果たしてできるのかっていう、まあ、その問題はあると思います。国からの説明としては、この東京都を基準に含まれてもできるから、それをもう超えたら良くないようにっていうような説明で認められます。まあ、そうです。財源論としてね、6万円超えるのは自由なんですよ。だから国は例えばその言い方としたら負の財源であってもいいし、例えば公金がある渡してるんだからそこからやってくれと、財源の、まあ、超える部分については自分たちで売り出すか、公金か何かそこでやる分には言おうと。ただ僕がそうするとやっぱり自分らで財源を生み出さなきゃいけない、公金もいろんなところに使ってますから、なかなかこう生み出しにくいです。区の独自の財源なので、区が国はダメと言ってるわけじゃないです、で国もやっぱり問題意識を持ってます。ここはちょっと管轄によって違うんですよね。内閣府と財務省と、まあ、ここら辺だってかなり実務的な話になってくるからちょっと置いておきますけど、まあ、国全体の今の考え方としては問題意識は持っているけれども、
6万円以上、例えば2万、4万で売ったとか、そっちに回して、トータルでそのパッケージの中にいるから、その分、その大阪の一般財源使わなくてもやらせてよっていうことは認められてないっていうのが今の現状です。もう一点なんですけど、同じですけど、協力金に関して、支給が決定される日までに、廃業や誤算してしまった場合、協力全期間していたとしても、日割りでの支給がないということですけど、今後、日割りで支給まで実施される方向性はあるんですか？まあ、協力金っていうのは、お店が、ある意味継続して、お店、本来開くお店が、この時短要請をしてくれているということなので、その協力金を出すということになってます。なので、もうお店が開く前提がなくなった、その閉じたお店について、協力金っていうのは、協力金の趣旨とちょっと違うんじゃないかということで、現時点ではそこはもう、閉じたお店は出さないという判断はしているということですが、ちょっとそこは考えたいと思います、とやっぱり営業があってしんどくなって閉店したところに、日割りだけでも出せないかとか、ちょっと新たな方法がないかなというのをちょっと考えたいなというふうに思います、ちょっとここはもう一回同局に指示は出します。もう一つ協力金の話でして、うん、今の質問にも少し被るんですが、昨日府内のある飲食店を取材しまして、で、業績悪化のため8店舗あるうちの2店舗1月末で、閉店しました。で、飲食店としてはただ先月の14日以降1月末までは時短要請に従っていたので、協力金をもらえると思っていたそうなんですが、は1月の29日になってその募集要項というのを公表して、で、その中に2月の7日までずっと営業実態があるということが条件の一つ、廃業倒産だけでなく営業実態の有無というのも条件だったと。で、その飲食店は、それでいうと途中で閉店をしているので条件をクリアしていないから、協力金をもらえないと。ただ14日からのこの要請に対して途中閉店はダメとの報告が出たのが29日で、ちょっと後出しじゃんけんはどうなのかというような、そういう指摘をされてたんですけど、それに関しては、それは2月の7日以降に、2月の7日時点では営業してたんだけども、その後閉店したではなくて、2月7日以前から閉店をして、もう事業としてはやってない中でということですか？1月14日からはしばらくの間、協力をしています。時短要請に協力をしていて、1月の末、1月の31日に閉店をしていた、そういうわけです。それの協力金というのは1月分の協力金ですか、2月分の協力金？1月分の協力金ももらえないという。それはさっきと同じ論点になってきますね。1月中に、いや、休業生、協力している期間中に、その閉店したということになるということですかね。そこについてちょっと考えたいと思います。先ほどとおそらく違う点とすれば、事業継続っていうのがその要項の中の趣旨として、されていると。ただ、この店、ちょっと別の事案で申し訳ないんですけれども、閉店、倒産したわけではなく、他にも事業継続している店舗がある中で、そう考えると事業は継続しているんじゃないかという、そういう見方もできると思います。事業が経営者としては継続しているということですよね。だからその事業を継続しているというのが本来この趣旨の、制度の趣旨ですから、閉店した場合には適用しないというのは、だからこの休業で応じてもらっているところに対する協力金なので、だからそういった点はあると思うんですけど、ただそこは、ちょっと日割りでできないかも含めて検討したいと思います。すみません、その事業の継続の目的にっていう文言に関してなんですけれども、消防労働部に問い合わせたところ、この文言っていうのは本案指示で出たわけではないということなんですけれども、その事業継続を目的にという文言を出た趣旨としては、それは先ほど申し上げたように、これは事業を継続している中で休業要請してないということなんですが、それに対しての協力です。本来自分は営業したいんだと、事業したいんだと、だけれども要請に応じてこの時間営業してない、
その意味では営業の自由がある意味奪われているわけですから、本来営業したいところ、営業の自由のところを制限することに対して、その協力金が、でも店を閉めたらそもそも営業しないわけなんで、要請があろうがなかろうが営業しないわけなんです。だからそこにその協力金っていうのは趣旨としてどうなんだろうということだと思います。だからその途中までやって途中でっていうのはやっぱり事案点も出てくる、事案としてあり得ると思うので、ちょっとそこは気軽ができないかも含めてよく考えたいと思います。ABC テレビです、確認事項になってしまって恐縮です、緊急事態宣言の解除ということで言えば、300人7日間ということを考えると、前にも質問があったと思いますが、最短で2月の8日にその日を迎える可能性がある、その時点で、解除の要請をしたいというのが知事の思っているということですね。その時点で基準を満たせば本部会議を開いて専門家の意見を聞いて方針決定して、対応するということになります。でその時点で、赤信号は止まったままになるだろうというのが当然今までの経過ですとそうなるとは思うんですけれども、緊急事態は解除したいという要請を国にしたい、それを専門家に諮るということですね、そういうことです。でその専門家の人たちは医療関係者も非常に多いわけですけれども、それはまだやめといた方がいいよということになれば緊急事態宣言はそのまま続けるということですか。解除要請しないということですよね、はい、その専門家の意見が具体的にどういうものなのか、専門家の意見を参考にした上で先ほど申し上げた通りこれは大阪府として、僕自身も判断しているということです。専門家の意見の中ではそれは一桁に減らさなきゃダメだとかいろんな厳しい意見が出るとは思います。もともと大阪府の専門家会議は感染症の専門家とかその医療の専門家しかいないんです。そういった意見が出る中で医療の逼迫度合いの話も出るでしょうし、どんな意見が出るかってちょっとまだ分からないと思います。専門家の中でもずっとやればいいと思っている人もやっぱり大阪の専門家でもやっぱり社会経済に与える影響はあるよねっていう考えてくれてる専門家もいますので、その意見を聞いた上で、その時点のやっぱり医療の逼迫度、これ医療の逼迫度はやっぱり重要な点だと思ってます。僕自身も医療の逼迫度と経営なんかも含めて判断するということになると思います。で、もう一つ、京都と京都と、そうですね、身を揃える、基本的には足並みを揃えたいと思いますね。大阪府がそういう考え方になるというときにはやっぱ兵庫、京都の知事ともやっぱ相談をして、判断していきたいというふうに思います。ただし結果として赤信号は止まったままだから時短要請などそのまま同じ状況も考えられる。いや8時ではやらないですね。先生チームです。感染症法とその罰則の問題なんですけれども、実際もし罰則に該当するような人が出てきた場合にその罰則金の徴収やなんかは保険料になるというような規定になっているようですけれども、今のいろんなコロナの対応、相談業務で非常に業務の現状、現象が逼迫している中で、この改正法の成立によってですね、また別の業務が加わってくるということに対する、その辺の懸念だったりとか、ちょっと何かこう対応、対策で考えられる人であればお伝えしてください。保健所の体制、それから保健所をサポートする大阪府 この健康医療の体制というのは日々増強もしているところもあります。なので、国が法律ができればこれはやっぱ法律を執行できる体制を整えるのが行政機関としての責任だと思いますから、そこは人数大変な状況の中ですけどもそこはしっかりやりくりはしたいというふうに思います。保健所の体制が忙しいから法が新たに改正された、これは国会で決まっているわけですから、そこはやっぱり当然国権の最高機関で決められている中身ですので、それを執行する行政機関としても体制はきちんと整えたいとは思います。その執行する上でその法の趣旨というのは僕はよく尊重したいと思っているし、現実問題でその入院拒否とか言うより僕はまず入院できる、入院したい人にどんどん入院できしてもらえるような環境が本当に国内でどこまで広がっているのかという、大阪府も含めて今の病院をどんどん病床増やしているような状況の中で、入院拒否とか入院が抜け出すとか極めて悪質なもの以外は
実際この罰則が適用される、つまりまあその前提となる命令が発する場合というのはないんじゃないかなというふうに思っています。まあ、命令を発するかどうかは行政の権限になりますから、これは最後僕の判断になると思うので、行政はあのそういうことがあるかもしれませんが、最後罰則に行くまでに確かに命令があったと思いますけど、あのその命令を出すかどうかというのは極めて慎重に考えたい。悪質のようなこれはもう刑事罰、あ、刑事罰じゃない、行政罰が相当だというようなもの以外はその命令ということにいかないんじゃないかなとは僕は思っています。その必要がある事案はやりますけど、なんかどんどん法の趣旨を無視してやっていくということは考えています。保険証の負担もそういう意味でそこまで負担になるかなと思うんですけど、だってそもそもそういう逃げ出したり入院拒否とか事例がそんなないですから、あと何かありました、それだけでした。そうですね、次のフォームありますね。あの質問ある方は一度挙手をお願いしてもよろしいですか。はい、ちょっとあの簡潔なのお願いします。今ね僕の答えみたいな簡潔になります。先ほどの協力金の話になってしまうんですけれども、この財源では厳しいということなんですけれども、事業の規模であったり従業員数であったりそういったところで段階をつけるっていうのは実装的には可能なのかっていうのと、もし可能なのであればその規模なのか、従業員数なのか売り上げなのか、それでこう段階をつけるっていうのも現実的にはあり得るのか。現実的には売上か面積だと思いますね。あの我々はいろいろ検討してますよ。売上っていうのは比較的分かりやすいです。あの確定申告してますから、あの売上はすぐあのその資料だけ出せば分かるので出してもらえれば。もっと言うと国でやったら税務署で把握してるはずなので、あの、まあ、ある意味大阪府はその事務あの資料ないですけど、あの、まあ、ある意味国は資料持っているはずだし、納税額も全て分かってるので、実はあのシステム化結構できるんじゃないかと思うんですが、今の現状で大阪府だけでどこまでできますかという質問の趣旨をすれば売上、これであればできると思います。あとは床面積ですね、賃料、そのあたりの客観的な指標というのは考えられるんじゃないかと思います。でもう一つ僕らでやっぱり議論になったのが、大阪市内北とか南の都心の床面積と河内長野の、まあ、僕地元河内長野、生まれ河内長野、河内長野のなんか賃料が全然違うんですよ、広さとかも。だから一口の大阪ってでもものすごく違うので、まあ、あの床面積単体では難しいかもしれないけども、ただ分かりやすい床面積とか賃料とか売上、そういった客観的なものかな。で従業員をいろいろ考えたんですけど、従業員はちょっと言いくりがあるので、なかなかこの適正な給付事務という意味では難しいのかな。一つはやっぱり売上、床面積、賃料、そのあたりが考えたらないんじゃないかというふうに思います。で、出してもらう資料のことも僕は考えなきゃいけないので、できるだけシンプルな資料でできるようにしないと、実務が何万という支給の利用もするので、実務的にやっぱりそのあたりであれば僕は可能じゃないかと思います。ただ財源が整う。スピード感的には大丈夫ですか？ちょっと落ちますね。今は一律ですから、その要件が満たせばどんどんやっていきます。ちょっと審査業務がありますし、ただまあ売上とか床面積とかその資料さえ出してくれれば、ね、かあのまあ、確定申告の資料もあるわけなので、まあ僕は実務的にちょっと今よりは当然手続きかかりますけど可能だというので、今内部でもちょっと検討させている、今も並行して検討している最中です。ただちょっと今回の延長は難しい。政務に入ってよろしいでしょうか。それでは政務の質問を受け出します。今日のお話は聞きましたんですが、愛知県知事の移行路を目指した署名活動で8割育成の疑いがあるという調査が発表されました。当時あの知事としても応援するという形を表明されたので、この受け止めをお伺いできればと。あのリコールの署名に不正があるのであれば、それは僕は徹底的に真相解明されるべきだと思います。誰がどのぐらいどういうふうな
不正をしたのか、ここは徹底的な真実解明がされるべきだというふうに思います。でないとリコール署名、真面目な思いを持って、署名された方もたくさんいらっしゃるわけですから、そういった意味ではそういった不正を、ね、した署名者がいるのであれば、そこは僕はやっぱりそういった思いを持って署名してされた方のことも考えたら、なおさらあとはリコールというのは民主的な手続きですから、不正については徹底的に真実解明されるというふうに思います。他によろしいでしょうか。それではこれで終了いたします。